おお。いつか昇格してみせる。ほうほう。やれやれ。装置の点検を、うん、今に見てろよ。最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっとリヴァイ兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。ペトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。本体を守りつつ巨人を一掃するぞ。行く。手間するなよ。了解です。リヴァイ兵長、前方に新手の巨人です。どうして引っ張る。
どいつもこいつもふざけた動きしやがって。おとなしくしてろ。そうしろ。お前の肉をきれいにそげねえだろ。おとなしくしてろ。まとめて相手して。まとめて相手して。演壇のもとへ急げ。助けを求めてる。助かった。おとなしくして。救援要請。無視はできねえ。次の巨人はどこだ。お前らが俺にしてやる。この辺りの巨人を倒したい。手伝ってくれ。了解です。うわあ、ずいぶん巨人が集まったね。少し、いや、かなり集まりすぎたかな。おい、何やってやる、クソメガネ。夢中になると状況も見極められねえのか。俺の敵じゃない。ありがとうリヴァイ。いやちょっと巨人を集めすぎたかね。せめて結果を考えて行動しろ。この数を一気に相手にはできねえぞ。嫌な匂いが遠くからする。飛行士か。俺の班を警戒に当たらせておこう。ああ、頼む。お前の鼻に間違いはねえだろ。ここは片付いた。俺の敵じゃない。巨人発見の縁談だ。行くぞ。俺の敵じゃない。どうして。助かった。兵長、索敵班の報告では巨人の群れが接近中とのこと。俺も同行します。まとめて相手して。俺たちで仕留めるぞ。囲まれねえように気をつけろ。しやがって。よし、ここはモブリットに一旗
肌脱いでもらっちゃおうかな。あの縁談助けなきゃ。俺たち調査兵団の力を見たか。俺の敵じゃない。てめえの肉削り取ってやる。行く。俺の敵じゃない。アリオ、ついてこい。了解っす。あ、了解です。町の中心に向かっています。止めないと。本体も守らねえ。飛行士の迎撃に向かうぞ。オブリッコ、固まってる巨人たちに接近してこっちに釣り出してくれないかな。分隊長、いくらなんでも作戦が無茶すぎます。ああ、もう仕方ない。手を引くなよ。おとなしくしてまとめて相手してあげなさい。巨人の門、こっちだ。こっちで来ないか。やる。お前ら腹をくくれ。オブリッコ、うまく分散させられたね。これで巨人をかっこ撃破できるよ。どんな奴だろうとほふってやる。覚悟しろ巨人ども。俺の手じゃない。もう一杯おとなしくしろ。まとめて相手しない。俺の手じゃない。どうしたバイト。おとなしくしろ。飛行士は俺たちが止める。俺の。やったぞ。よし、他にも巨人がいないか偵察しよけえ奴らだな。行く。その肉切り刻んでやるから待ってろ。ええ兵将、俺たちでやってやりましょう。ここは制圧した。作戦完了だな。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。リヴァイ、退却だ。
巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。壁が破壊されたかもしれない。何？なんてことだ。状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロスト区へ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いた。エルヴィンはそろそろ壁につくことだ。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが町の様子が気にかかる。うまくいかねえように先を急ぐから。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。行く。助かったよ、リヴァイ。あとは私の班に任せて先に行っていいよ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。
戦してやがるのか。やる。まとめて相手した。ついてこい、オルオ。救援要請だ。無視はできねえ。邪魔だ。やるだ。手間つけない。邪魔だ。おとなしく。まずいな。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。仲間とはぐれてしまって。助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。おとなしくしてろ。苦戦してるみてえだな。行かねえと。俺としたことが仲間を見失うとは。体勢を立て直さないとな。わかりました。すみません兵長、まだ行けます。ああ、トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。まとめて相手して。おとなしくして。おとなしくして。先を急いでるのに邪魔するなら死ね。俺の敵じゃない。兵長、足引っ張ってすみません。いいからついてこい。エルミに追いつくぞ。俺の敵じゃない。どうしてこの道も塞がれてやがるのか。見て、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方は散り散りだ。手を貸せ。行く。エルヴィンが先に行った。先頭にいたはずだ。おそらくソアール。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。手間抜くなよ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。新手の巨人です。何頭か複数来ます。早く砲台で瓦礫を崩さないとまずい。おとなしくしてよ。リヴァン、お前は先に行け。俺は試算した兵を収集する。おとなしくしてよ。おとなしくしてよ。おとなしくしてよ。まとめて相手して。お前ら腹をくくれ。まとめて相手して。手を出すなよ。了解です。戦力を集めてきた。
先を急ぐぞ。そうか、ご苦労。このままトロストクの壁門まで強行するぞ。行け。エルヴィン、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃。面白い。トロストク壁門へ急ぐ。どうした。邪魔だ。どうした。やる。お前ら腹をくくれ。何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。どうしたんだ。今は考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を取る。あの大型飛行士を仕留めろ。了解だ。目障りな野郎だ。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します、兵長。俺の敵じゃ。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。
今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい。彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はこれは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。
調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？はい。なんてこった。ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなことは。それより被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど
立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられた。けど結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか。じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか。兄は憲兵団だ。マルコは。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った。マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。人類の底力を。Mm-hmm.